アルコールは主に胃と小腸で吸収され、その多くは肝臓で分解されます。酔うという状態は血液から運ばれたアルコールによって脳が麻痺することです。酔いの程度は血中のアルコール濃度を測定することで判定できます。個人差はありますが、血中アルコール濃度が 1dl あたり20から 50mg の低濃度であれば、陽気な気分、活発な態度などの状態が見られます。 1dl あたり50から 150mg では、気が大きくなる、慣れ慣れしい、集中力の低下、心拍数、呼吸数の増加などが見られます。これは大脳が少し麻痺した状態のため起こります。 1dl あたり150から 250mg では、ろれつが回らない、まっすぐ歩けないといった運動機能の低下が見られるようになります。運動機能の低下が現れるのは小脳まで麻痺した状態といえます。さらに血中濃度が 1dl あたり250から400mg になると、話ができなくなったり、吐いたり、立てなくなったりする泥酔状態が見られます。これは脳の大部分が強く麻痺した状態といえます。そして 1dl あたり400から 500mg では、呼吸麻痺などを引き起こす可能性があり、これは昏睡した状態です。この時の脳は全体が強く麻痺した状態です。